はい皆さんこんにちはこんばんは今日もココミチャンネルのショーがイギリスについてのお話をさせていただきますよろしくお願いしますさ今日はですねえー、まあ、ちょっと大きいニュースが飛び込んできましたねうんこれはあの日本では全く報道されていないニュースです。 あの、下手したらヨーロッパでもですね、一部の地域しか報道されていないというニュースですね。まあ、イギリスは、あの、何度も何度もね、あの、いろいろな動画でお話ししてますけれども、情報の国なので、まあ、あっちこっちからいろんな情報が入ってきています。そして、あの、イギリスの、まあ、媒体あるんですけどもね、いろんな、まあ、ニュースの番組も、テレビもありますけれども、 そこではなく民間でですね、やっぱり民間情報収集機関っていうのは、いろんな、あの、もうすっごいいっぱいあるんですよ。で、そこでインターネットを通じて、こんなことが起きてるっていう真実を、まあ、暴くって言ったらオーバーですけれども、国民に伝えるというふうな、えー、まあ、習慣があります。で、その中で、こういう、こういったですね、ニュースが伝わっています。イギリスをはじめとした欧州ヨーロッパでは、 ウクライナ対ロシアの大理戦争にヨーロッパ全域が巻き込まれているという民衆の声が高まり、まあ高まっているんですよ。高まり、そしてこの数日以内、数週間以内、ロシアに対するですね、もう、まあの、まあ、ロシアに対しての猛抗議というかですね、もう自分の国内に対するあの抗議デモが発生しています。 これはもう大規模です。規模はどんどん大きくなっていってますね。もうすでにですね、イギリス、チェコ、フランス、ドイツでは、もう都市、あの、まあ、イギリスだったらロンドンで、まあ、デモ、もう怒ってます。もう代理戦争反対、エネルギーを国民に返せというようなね、デモが。で、その中でもですね、ノルドストリームを稼働させると。 そういう、えー、デモの、まあ、合言葉ではないんですけども、もう本当、あの、シュプレヒコールですね。まあ、もう、声を大きくして、ノルドストレーム、ノルドストレームっていうね、大合唱が始まってます。ということはもうみんなね、もう気がついてるんですよ。これは、要するにロシアに制裁してロシアをやっつけるとかね、そういう問題ではなく、我々が冬と戦わなければいけないんですよ。国がそういうね、 あの、もう戦争に参加するみたいな姿勢を強めれば強めるほど、我々の冬との戦いは厳しくなると。これもう分かってきたんです。なぜかというと、冬に近づいているからなんですよ。まもなく冬がやってくるわけですよね。あもう本当あの、イギリスは寒くなってますよ。今日なんか20度ですね。最高気温20度、最低11度とか12度になってますね。これもう本当ね、あのー、 ま、ヒーターをね、まあ、セントラルヒーティングが入ってるんですけど、これ、やっぱこう使、使まあ使いたいんですけど、こう、あの、電気代、ガス代が異常に高いんでね、あの、まあ、イギリスかヨーロッパ全域同じような形のヒーターなんですけど、こういう感じで、あの、ダイヤルをね、調整して、あの、出力を調整して温度を決めるんですね。これに対してですね、あの、もうスイスなんかでは、あの、国がですね、もう発表しましたね。え、何を発表したかっていうと、 えっと、もう、室内設定温度、この、まあ、ダイヤルを調整してね、19度以下で使用することというね、これ法律で、あの、定められたんですよ。これ、ついここ、え2日ぐらいじゃないですかね。で、どういうことかっていうと、19度を超えるような気温設定をした場合には、罰則が発生すると。えー、これはですね。日本円で44万円、最高44万円、またあの、懲役刑3年以下というね、 あ、まあ、もう、いや、考えらんないじゃないですか、日本だったら。え、だって19度を超える設定をすると、あの、刑務所に3年とか最高で入んないといけないんですよ。これって、まあ、どう、まあ、大変、まあ、追い込まれてるということですよね。もう、そんな、あの、国がですよ、法律でそれを設定、あの、もう決めちゃったんですよ。もう、実施されてるんですけども、今年の冬、スイスの人たちは、 スイスってね、あのもうなんかほうアルプスの山,が山々があって、なんか寒いイメージあるじゃないですか、本当に寒いんですけど、だから19度の設定だと部屋の中が冷えてますから、どうでしょうね、こうあの本当にこう暖房として機能するかどうかっていうところですけどもで、それに対してやっぱりノルドストリーム、ノルドストリームという、もう本当にね講義デモが毎日のように今、行われているんですよ。 あの、例えをね、こう挙げるとですね、そのエネルギー問題でイギリスで小麦を作ってる、イギリスも小麦はね、多少慣れても作ってるんですよ。あの、フランスの方がまあ大規模農場、あの、すごいありますけれども、小麦はね。まあイギリスでもやってるんですよ。その小麦を作ってるまあまあ大きい規模の農家がですね、8月分の請求書を見てひっくり返ってしまったんですよ。あの、まあ電気ガスなんですけども、まあ農家ってすごい使うじゃないですか。いろんなエネルギーをね。あの、まあディーゼルで、 あの、トラクターとか動かしてますから、まあ、それも含めてですけども、え合計の請求分、えっ、ー、と、電気がさ、2ヶ月分ごとに来ますから、まあ、2ヶ月分なんですけども、1億5千万円だったんですよ。前はね、いや、これ、あの、値上がりして1億5千万円じゃないですよあ。90万ポンド、いつも来てたんですよ。2ヶ月に1回、請求が。1億5千万円、大体。まあ、大規模な、結構大きな農場ですから、それぐらいなんですよ。 かかりますよね、費用がね。だって、この値上がりの前で1億5000万円ですよ。でも、8月分のその請求書、ついこの間8月末に届いたものを見たんですよ。2ヶ月分ですよね、だからね。だから、えっ、ー、と、7月、8月いっぱいぐらいので、8月の末とか9月の頭に請求書が来る。その最新の請求書を見たらしいんですよ。1460万ポンドになってたんですよ。 90万ポンドだったんですよ、その前まで。それが1460万ポンド。日本円で24億円。<laughs> 払えないですよね。いや、これ、いえ、1億5000万円でも、ちょっとね、我々の、こう、一個人の感覚からしたら、え、すごいかかるんだなと思いますけど、24億円ですよ。これは払えないですよね。で、これ支払い不能に陥ったんです。 もうだからもうどう,どうしていいか分かんないんですよ。今、もうその状態。もうそういう、まあ、農家が出てしまってる。すでにね。もう出てしまってるんですよで。もっと上がるわけですから、だから24億円どころじゃないわけですよね。これからどんどん上がっていくわけですから、すでに24億円の請求書が、今回最新のはそれが来ちゃってるんですよ、もう。もう払えないですよ、これ。まあ上限ないんでね。あの、い あの、民間人はある程度、こう、国が融通を聞かせて払えないっていうと、うーんって言って、じゃあこの金額払ってください。まあ、申請いるんですけど、そういう、あの、形に、まあ一応なってはいるけど、まあ機能はしてないですけど、まあ一応なってはいるんですけど、農家とかパブとかね、上限ないんですよ。だから上限なしで来ちゃってるので、24億円ということになってます。これはノルドストリーム、ノルドストリームなりますよね。これはね、本当に、もう本当でも、あの、やるしかないということですね。 まあ前の,あの動画であのお伝えしましたけども、カタストロフィーは、えー、バイオレンス。あの、要するにもう破局を選ぶのか、自滅の道を選ぶのか、または暴れるか、暴力、バイオレンスか。もうバイオレンスを選んだんですよ。もう、あの、イギリスもイタリアもそうですね、ドイツも。で、イタリアのラジオジェノバというラジオ放送局があるんですけども、そこではですね、もうドイツ人が一斉に立ち上がったと。ドイツ人立ち上がると怖いぞと。そういう放送が流れました。 今年の欧州ヨーロッパの冬は暑い冬になりそうだというね、ラジオですから、ちょっと皮肉交じりに。まあ、寒いんですけど、まあ、みんなの気合が入って、ね、まあ、デモが盛んになって、暑い冬になりそうだ、暑い冬を迎えそうだというような、えー、ラジオ放送がありました。こんな状態ですよ。ね、前の動画でご紹介しましたけど、ドイツのね、ノロドストリーム、ね、あの、心臓部を我々は持っているというね、 あのドイツ首相のショルツさんがあの前に、どーんと構えて写っている、あのそのショルツさんの後ろ側にね、高圧ポンプのノルドスリームの,その中心になる高圧ポンプ、これはのあの整備、点検という名目で、カナダからドイツに渡って、ドイツが今、保管して、厳重に保管して、ドイツから出さない、ロシアに返さない、我々はお前たちのロシアの心臓部を握ってるんだって言い張って、返さない。 ノルドストリームの、えー、高圧ポンプ一番大事な部分ですけど、それを持ってるんですけど、保管してるんですけど、もうね、狂ってる、狂ってる、もう狂ってるとしか言いようがないということですね。いやー、そんな状況がね、みんなもうだんだんね、分かってきたんですよ。だから我々は、まあ、対ロシアのね、代理戦争に我々が巻き込まれてるんじゃないかと。ロシアと戦うのは嫌だ。戦いたくない我々は。一緒にね、戦うのは嫌だと。 我々は冬と戦うべきなんだと。冬と戦うにしてもエネルギーがないと我々は自滅してしまうので、もうこれはね、バイオリンス。訴えるしかない。まずは抗議活動。まあヨーロッパのパターンってそうなんですよ。まずは抗議活動。でも、その後、暴れる。そうなってます。いや、本当歴史上みんなそうなんですよ。ずっとそうなんですよ。そのパターン。だから抗議で、 国がなんとか情報したりね、いろいろアイデアを出して解決してくれれば収まるんですけども、抗議を何回も何回も重ねていって収まらない場合は、次の段階はもう本当バイオレンスしかないんですよ、暴力。そうならないことを、まあ祈っています。うん、まあ平和であれということですけども、まあ日本もね、いつ同じような状況に陥るかということですけどまあ日本では暴れないですけどもね、あの、平和的にね、なんとか解決していってほしいものだと思っています。 チャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました